ミハイルとシュンマッハとね立ち話をしたんですけど、まあ、よっぽどのその覚悟とかモチベーションがなければ F1 に復帰なんてのはね考えなかったと思うんですけど、まあ、話してみてね分かったのはね、彼はね本気だっていうことですね。ですからこのモナコっていうのはねまた特別なこだわりもあるはずなんで、